それでは皆さん、はい、2日間と1日ありますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。事故がなければいいと思っておりますので、よろしくお願いします。ね、はい、ます頑張るぞーえいえいおーお願いします。頑張りましょう。頑張ります。やっとですね、1年越しにまた、ミニカフェス2022ということで、まあいろいろなね、トラブル、あるいはウイルスだとか、まあホームページがね、昨晩もう使えなくなったとかね、いろいろなちょっとトラブルがありまして、まあ雪とかも降ったしね、ちょっとね、本当いろんな壁があったんですけども、皆様のおかげでですね、その乗り越えて、無事開催という形を取ることができました。まずは皆さんね、遠いところから、足元の悪いところからですね、お越しいただき、本当にありがとうございます。これめっちゃ可愛いじゃん。いいじゃん。ああ、ありがとう。そうなんだ。すごいっすね。早い場合はそこにスタッフいないね。あ、でもちょいちょい動くんだよな。ありました。ありがとう。朝から入って、うん、C、D、E、A、B。 あ、俺もこれ欲しいな。あ、これ1個。あ、これ全然表番号があってサイト番号があって、カレーはうまい。かわいい。かわいい。おはようございます。お久しぶりです。おはようございます。アキちゃんよろしくって。旅ですね。行きます。で、こちらまで乗っていただいて、ありがとうございます。ここ、さあ、お客さんです。よろしくお願いします。出ます。よろしくお願いします。どうぞ。お願いします。また後で行きます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。これはどうぞ。
でしょ。おそれでは LED 点灯まで3、2、1、はい、拍手をお願いします。拍手お願いします。ありがとうございます。それではですね、この後は SM 広場にて拍手付き団らんを楽しみつつ、後ろの屋台ですね、ご利用いただければと思います。それでは、点灯式ありがとうございました。今一度練り歩いていただいてですね、投票箱の方にビビッときた1台を入れてください。よろしくお願いします。
でも。SNS 大賞、俺あれだと思うんだよな。あれかあれだと思うんだよな。それではですね、閉会式の方を始めさせていただきます。よろしくお願いします。まず最初にですね、この雨天の中朝、なかなか大変な、ね、撤収だったと思いますけども、本当にありがとうございました。ちょっとね、お体濡れてる方もいらっしゃると思いますので、なるべくですね、軒下空いてるところに傘がない方お入りください。それではね、ミニカメッツ2022閉会式を始めたいと思います。まずはじめにですね、プレゼント抽選会を、行わせていただこうと思います。じゃあまずね、端から行かせていただきたいと思います。今回のイベントのためにですね、サンコーレアモノショップさんからご提供いただきました商品がいくつかございます。僕もね、愛用しておりますお一人様高速弁当箱でございます。まあ、ちょっとね、名前も知れてると思いますけども、こちらの2段式のやつですね、新しいやつ、おかずも一緒に温められるやつでしてね、軽キャンピングカーにはかなりおすすめな1個だと思っておりますので、こちらをね、最初に抽選したいと思います。じゃあ山さん、3枚お願いします。はじめに申し上げますとですね、すいません、スタッフの方にもですね、ちょっと抽選が当たるようになっております。僕はスタッフの方にもね、イベント手伝っていただいているので、楽しんでいただきたいと思っているので、ちょっと当たった場合もね、ブーはなしでお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで、お一人目の当選者、スタッフのゆうさんです。ありがとうございます。おめでとうございます。完全に前振りになっちゃいましたけども、すいません、おめでとうございます。続いての当選者様、予約番号26番の方、予約番号26番の方、おめでとうございます。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます。135番の方、いらっしゃいますでしょうか。あ、おめでとうございます。お世話になります。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、じゃあどんどんいきます。ちょっとこれ、僕がキャンプシーンで使ってる人が多くて羨ましいなって思ったやつなんですけど、ワンクリックでアウトドアスパイスとかが出てくるやつ、ひねる必要もなくてキャップを開ける必要もない、もう押すだけでこう岩塩とかを削れるっていう、ちょっと優れものなんですけども、こちらを3本用意しております。こちら、3枚じゃあお願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。12番はいらっしゃるかな、保留から。じゃあ、で一旦保留しましょうか。
はい、続きましてですね、うん、こちらキャプテンスタックの、まあ、これもソロとか2人用ぐらいの折りたたみグリルですね。ちょっとアウトドアに映える色を、ね、用意しました。イエローと、カーキですね。こちら2枚いきます。あ、おめでとうございます。どちらか、あ、どちらかお好きな色で、はい、あ、どうぞ、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあちょっと狙ってる人も多いかもしれないですけども、スーパードライ1ケース、スーパードライ1ケースがね2つありますので、のんべえの皆様頑張ってください。じゃあ行きましょう。あ、おめでとうございます。飲めなかったらすいません。結構重いんで帰りでも大丈夫ですよこれ。あ、持ってきますか。あ、おめでとうございます。こちらですね、ちょっと重たいで帰りでも大丈夫ですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。どうぞ、おめでとうございます。じゃあ次こちら行きましょうか。じゃあ続いてなんですけども、まあ、今回のねフェスとかでもねいろんな人が使っております焚き火台をちょっとご用意しております。南郷というですねソログリルで、ちょっとあの評価の方が良かったのでご用意させていただきました。こちらが3点焚き火台ございます。雨男の人かな。景品だけしっかりね。おめでとうございます。申し訳ありません、申し訳ありません。よし、はい、続いてまたキャンプシーンで役に立つですねホットサンドメーカー、こちら3つ、テフロン加工済みでガスでも IH でもいけるタイプですので、まあお家でも使えます。こちら3本いきたいと思います。あ、おめでとうございます。ちょっとヒーローに当たりましたね。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。次コロナビールですね。こちらのバケツセットということで、ちょっと可愛らしいものがついてましたのでご用意させていただきました。こちらは一つだけになります。すいません、こちらのスタッフのものに当たりまして、ちょっと今不在ですので申し訳ございません。じゃあこちらは一旦なしとなります。すいません、ありがとうございます。はい、ここからはですねミニカーフェスティバルのロゴを入れた、まあ、ノベリティみたいなものをちょっといろいろ作ってみたんですけども、こちらの景品ね、いきたいと思います。ちょっとこちらに飾ってあるんですが、マグカップとですね、こちらのスポーツタオル、かなり大きめで肌触りがめちゃくちゃいいやつなんで、使うってよりは飾ったりもできるようなものを用意しました。あとコースターですね、ミニカーフェスの2022の入ったコースターをご用意しております。こちら数が多いので、どんどんいきたいと思います。はい、じゃあコースター30枚ありますので、ちょっと雨強くなったらどんどんいきますね。これもじゃあクリックしますね。ありがとうございます。おじまるさん、おめでとうございます。当選です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃじゃ行きます。121番。おめでとうございます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 。スタッフさんですね、ペンペンさん、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。あと3枚ぐらい、3枚。ちょっと雨すごいな。ちょっと行かないとね。おめでとうございます。続きましてこちら、これはね保温マグかな、サーモタンブラーでございます。あのこのまま直接お酒を飲んでもいいですし、あの缶がちょうど入るんですよね。なんでそのまま缶を保温しながら、まあ、冷たいものは冷たいままにみたいな感じで使えるものでございます。
ここにミニカーフェス2022のロゴを、入れております。でちょっとカラーがですね3種類あって、カラーはすいませんランダムでお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。ジョンノミさんおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ぜひ使ってください。サンプルあと2つですね。おめでとうございます。おめでとうございます。昨年ポタデンを持っていった彼ですね。おめでとうございます、はい、では、いきますね。92番の方おめでとうございます。ちょっと早速使っていただいて。57番、57番の方ありあり、あれあれありがとうございました。あれおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、スタッフの小八香さんおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あれちょっと雨ですいません。ありがとうございます。はい、スタッフのデラさんおめでとうございます。おめでとうございます。最後のタオルですね。おめでとうございます。はい、続いてですねこちら右手側になります。僕がちょっとベアボーンズというメーカーさんが好きで、いろいろですね、アウトドアシーンで使える LED ランタンをご用意させていただきました。やっぱ、これが欲しかった。やっぱ、軽キャンってなるとね、室内で使うとオイルだとか、ガソリンっていうのは使えないと思いますので、でなおかつ LED なのに、それっぽい雰囲気のね、LED ランタンになります。でこちらの、どうしようかな、小さいもの順に行こうかな。じゃあ、まずこれですね。エジソンランタンというね、かわいいランタンを、これがなんとか5個ですね、5つ用意しております。はい、スタッフのジョーさんおめでとうございます。お好きな色を当選順に選んでもらって、あ、黒が、はい、おめでとうございます。優勝、あ、黒ですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。じゃあ3つからお好きな色を選んでください。こちらになります。赤で、赤もらおうかな。はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。じゃあこのどちらかになりますね。カーキですね、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、次ですね、こちらビーコンライトっていうタイプになるんですけども、コードがね内蔵してあって、充電するときにわざわざ USB 出さなくていいっていう優れもので、僕が欲しいんですけども景品にしました。こちら2個ですね、いきたいと思います。じゃあどちらか持ち帰りください。はい、じゃあすいません。おめでとうございます。こちらですね、持ち帰りください。ありがとうございます。続いてですね、まあ、少し大きめになるんですけども、アンティーク調でかなりキャンプシートとかに入る LED ランタン、これもベアボーンズ製ですね。ちょっとパッケージ違うんですけど、同じもの、色違いで2つ用意しております。はい、112番の方おめでとうございます。どちらかお好きな方お押し上げください。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、こちらになります。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。次がですね、これちょっと僕の一押しなんですけど、レイルロードランタンといいまして、ベアボーズのなんて言うんでしょうね、フラッグシップ的なランタンになるのかな。めちゃくちゃおしゃれで、これも僕が欲しかったけど景品にしました。2つね、2色用意しております。おめでとうございます。どちらかお好きな方お持ちください。あ、こちら、はい、どうぞ。
はい、おめでとうございます。お世話になります。おめでとうございます。はい、これで一旦細かい商品は以上ですかね。で、ここからはですね、ポータブルバッテリー、ジョイジスのものになるんですけども、10万ミリ1個だかな、大きいやつです、とりあえず僕がレビューしたやつなんですけども、すいません、こちらを、抽選では1つ、ご用意となりますので、次選ばれた方はポータブルバッテリー当選ということになります。私が引いちゃっていいのか。いいよ。じゃあ行きますよ。じゃあしようか。ちょっと待って、これめっちゃ見えてるな、これ。目閉じた方がいい。見えちゃった。あ、大丈夫ですか。じゃあ、では行きますね。はい。予約番号25番。25番の方。あ、おめでとうございます。ではこちらのポータブルバッテリーですね、帰りにお持ちになりますか。帰りで。はい、じゃあまた取りに来てください。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、以上をもちましてですね、プレゼント抽選会終わりとなります。皆様ありがとうございました。続いて SNS 大賞をね、行いたいと思います。こちら SNS 大賞はハッシュタグミニカーフェスでツイッターかインスタグラム投稿していただいた中からですね、楽しく見えるお写真を1枚選べさせていただきました。そちらね、見事優秀賞に輝いた方には、同じくジョイズのポータブルバッテリーを贈呈いたします。山上さん、発表お願いします。あ、ちなみに SNS 名での発表になります。すいません、ね、ごめんなさい。インスタグラムの方からですね、選ばさせていただきました。すみません、読み方合ってるか分からないんですけど、まるちゃちゃんさん、いらっしゃるかな。いらっしゃいますか。まるちゃちゃんさん、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。後でじゃあこれ取りに行きます。はい、取りに行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。今回ちょっとね、いろいろ先行させてもらったんですけども、レジストの方かな、キャンピングカーの方でワンちゃんと一緒にね、撮られておりまして、こうペットも一緒に楽しんでいただけてるっていうところでね、先行させていただきました。おめでとうございます。最後にですね、デコレーショングランプリということでですね、今回初の試みでございます。皆様ですね、 LED とか装飾の方を施していただきありがとうございます。優秀賞3組選ばせていただきまして、最優秀賞の方にはこちらミニカーフェスの盾と同時にですね、同じくジョイジスのポータブルバッテリー1台、ご贈呈いたしますのでお持ち帰りください。2番3番の方はですね、こちらミニカーフェスの盾のちょっと小さいタイプになるんですけども、こちらを贈呈いたします。実は2番と3番の方がですね、同率になります。まずですね、お一組、お一人様、62番の方、62番の方、カエルの、まあみんな見たと思いますけど方でございます。はい、もう一組じゃお呼びしますね。59番の方、あ、おめでとうございます。こちらで倒立の2番3番ということでですね、こちらお持ち帰りいただけます。ミニカーフェス、デコレーショングランプリ2022最優秀賞発表したいと思います。ではデコレーショングランプリ最優秀賞は、予約番号27番の方、グランプリの方です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、マクドナルドのありがとうございます。じゃあ、こちら帰りでよろしいですかね。はい、じゃあこちらが盾になりますので、こちらも重く帰りに行ったら、そしたら、はい、おめでとうございます。おめでとうございました。すみません、おめでとうございます。見事ですね、デコレーショングランプリを制した3組、大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。以上でね、企画は終わりになります。楽しんでいただきありがとうございました。ありがとうございます。は
はい、ということで、まあ、ちょっと雨が強いので、ね、あの駆け足になってしまったんですけども、本当はもう少しじっくりで楽しみたかったんですが、まあ、楽しんでいただけたかな、ありがとうございます。でこの後なんですけども、ちょっと雨が強いんですが、あの各自ですね、拾える範囲で自社の周りにあるゴミなどはですね、なるべく拾って来年も同じ会場を使わせていただけますようにですね、ご協力のほどお願いいたします。ミニカーフェス、2022楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。拍手しにくいのか。まあ、最後にですね、うちの会場の方にね、ご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとお小遣いの方も気になりますので、ね。あ、そうですね。はい。こんにちは。ありがとうございます。質問で。前出ていただいてから。すいません。あ、すいません。あの、雨がすごい中ですね、本当にありがとうございます。寒いと思うんですけど、あの、皆さんのご協力のおかげでですね、ヤマメングッズ、通称ヤマメを愛する人たち、皆さんのことですね、あのお小遣いがたくさんになりました。ありがとうございました。すいません。これであの一緒に住む家を建てようと思いますので、ありがとうございました。あの来年もやれるといいね、いいねと思っておりますので、あの楽しかったなって思ってくださった方は来年もまた来ていただけると嬉しいです。本当に雨の中ありがとうございました。ありがとうございます。それではね、あと今回ね、この雨の中いろいろと濡れながらもですね、イベントを手伝ってくれたスタッフの皆様にね、今一度皆様の方から拍手いただいてよろしいでしょうか。本当ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあこれをもちましてですね、今年のミニカフェス2022終了とさせていただきます。退場の際ですね、もう各自でこの後出ていくような形になりますので、あの通路の方は最上階でお願いいたします。ちょっと家に着くまでね、旅行というか、まあ、そんな感じで持っていただいてですね、無事に帰れることを祈っております。じゃあいいかな、会長さん。はい、来年もまた来てくれるかな。急すぎた。もう一回行きますよ、もう一回行きますよ。こんな雨だったけど来年もまた来てくれるかな。いいよ、ありがとうございます。はい、大丈夫です。正解式終わりとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。各自お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。はい、いいね、 OK だね。お疲れ様でした。いやー、お疲れ様でした。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 今回あのデコレーション対象狙ってます。この冬カーサイドテントが手放せなくなって全然あったかさ違うんですよ。昨年もちょっと見せてもらったんですよね。ナルキャンさん案内してくれた。
去年もいろいろ楽しませてもらったんで、ケロケロ像のアイデアをうちが作ります。製品化、製品化します。ピンポン教えます。何になるんですか。サウナ。柱がオレンジ、椅子が青、こういうのを取り出しているのが、これ実はバリアフリーになってて、指定カラーです。で、今度はちょっと電車とかバスとかも見たら、ちょっと気にしてみてください。まあ、多少配色が変わってるの。ね、フィーリング張りはいいっすね。あ、本当だ。中2階的な。え、これ水のタンクなんですか。そうです、水のタンクです。50リッター50リッター入りますね。すごい。これ一番手っ取り早いんですよ、配管だけ。ああ、確かに。はい、回してやるだけね。これがマンスの件で、ね、あ、そう、どこで売ってるかっていうのを一番知りたかったんです。エコフローのリバーシリーズかデルタシリーズが有効です。私も霧めっちゃ使ってるので、このボードとかも霧は軽いんですよね。勉強になりました。最強の材です。ボトルオープナー。あ、ボトルオープナー、ここでオープンできる。おー、確かにオープンできそう。本当だ。 KI とか、はい、KI とか。
ね。